こんにちは。今日はね、2020年10月25日、日曜日でございます。私はね、今ね、JR 東日本のね、大宮駅で、ね、来ております。今回の動画ではね、まあ、この大宮駅からね、東京駅まで移動するんですけどね、まあ、その時、その際ね、東北新幹線をね、利用してね、東京駅までね、向かいたいと思います。ではね、まあ、皆さん、よろしくお願いいたします。ではね、私は切符を買ってきたんで、新幹線の方から早速行きたいと思います。でね、まあ、これ、ここね、皆さんね、疑問に思われた方がいるかもしれないんですけどね、まあ、なぜね、今日ね、ね、まあ、大宮から東京だったらね、もう別に普通のね、宇都宮線でもいいじゃないかってね、まあ、思われた方もね、いるかもしれません。でもね、私ね、まあ、今日なぜね、新幹線で行くかっていうとね、今日私が乗る新幹線ってね、この7時51分発のね、やまびこ202号東京行きなんですよ。でね、まあ、この やまびこ202号のね、で、ね、16両編成なんですけどね、これね、後ろよりね、後ろより6両かな？後ろより6両はね、もともとね、小町で活躍していたね、E3 系がね、連結されてる編成、車両だってね、聞いたんでね、まあ、これ乗るしか、ね、ないだろうと思ってね、新幹線乗ったわけです。おー、いい2系だ。後ろにね、翼用のね、E3 系が繋いであるんでね、まあ、せっかくなんで見ますか。まあ、こんな感じですね。でね、まあね、まあ、今回ね、なぜね、このタイミングでね、E3 系、元小町のね、E3 系乗るのかっていうことなんですけどね、なんかね、私、つい昨日知ったばっかなんですけどね、なんか小町用のね、E3 系がね、今月いっぱいでね、運転休止するみたいなんですよ。でね、まあこれどういうことかっていうとね、本当はね、もっとね、長生きする予定だったんですけどね、今ね、まあこんなね、新型コロナウイルスが流行っていてね、で、まあいくらね、GoTo トラベルだとかって言っててもね、まあいつもよりも、お客さんが少ないわけですよ。でね、まあこんな時にね、16両編成でね、走らせる必要があるかって言ったらね、まあ答えはノーなんですよ。だからね、編成をね、短くするのにね、後ろのね、小町をね、外してね、で、前ね、E5 系がついてるんですけどね、E5 系だけでのね、運転になるみたいです。だからね、で、まあ、この、一応ね、だから休止っていう状態なんでね、まだね、廃車になるわけではないんですけどね、まあ、このまま運転休止のままになってね、で、来年春のね、ダイヤ改正でね、正式に引退するって可能性は十分に考えられるんでね、まあ、もう、じゃあ、もうこのタイミングに乗っとくしかないだろうと思ってね、乗ろうと思ったわけです。なんかね、個人的にね、E3 系小町ってね、すごいね、印象深いというかね、結構ね、思い出深いんですよね。E3 系小町結構乗りましたからね、だから最後に乗っときたいなと思ったわけです。ではね、列車を待ちたいと思います。ではね、列車が来るようです。そしてやってきましたよ。これね、やってきたのはね、E5 系。でね、まあ、この後ろにね、E3 系、まあ、元小町がね、繋がってるって感じです。いやー、でも E5 系もやっぱかっこいいな。でまあ、E5 系をデビューしてね、もうすごい新型車両だと、思いますけど、でも、もう結構立ってるかな。お、そして見えてきましたよ。そして後ろについてるのが、元 E3 系、元小町。まあ、この車両はね、まあ、E3 系のね、0番台と言います。正式はね、名称はね。いやー、懐かしいな、E3 系。いやー、最近全然乗ってないからね、ほんと懐かしいですよ。
でもね、私はね、まあこれ停車したらね、まあ乗車していきたいと思います。ではね、ドアが開いたんでね、早速乗っていきたいと思います。もう今なんかね、デッキに、ね、警備員さんみたいな人がいたな。あ、やっぱオタクが殺到する可能性があるから見てるんですかね。おー、そして、ね、車内はこんな感じです。まあ、今回私これ自由席なんですけどね。だからまあ別に席はどこでもいいんですけどね。まあこの辺にしますか、席。じゃあここにしよう。座席はね、これ窓側だからどっちだっけな、 2だっけ ?C だっけどっちだっけ、まあ忘れたけどね。まあこんな席です。ではね、発車を待ちたいと思います。てかもう発車するかな。ではね、ここでね、あれ、まあ、車内の紹介をね、ちょっとしたいと思います。まあ、ここはね、ゴミ箱でね、まあ、これ荷物置きって感じですね。車内、声聞こえてたら嫌な。まあ、こんな感じですね。でね、こっちはね、こんな感じです。人いないわ、いないわ。まあ、洗面台はね、こんな感じでね。こう、水が出る感じですね。で、まあ、これ、あれ、男子のトイレ。でね、今ね、あれ、まあ、この、あれ、列車にね、私以外にもね、もうやっぱこれ、あれ、休止直前なんでね、鉄道マニアの方が乗っていたんですけどね、で、今ちょっといたんで、ちょっとどけたんですけどね。車内のご案内。今、これが男女共用のトイレって感じですね。まあ、こんな感じでございます。手洗っとかないと。手洗っとこう。車内ではね、こんな感じに、電話もあります。ではね、座席に、私で座席戻りたいと思います。ではね、ここで座席の紹介をしたいと思います。では、まずはテーブルから。テーブルはね、まあ、こんな感じに取り出すね。まあ、よくある、形となっております。まあ、こんな感じです。で、ね、ここにはね、まあ、こんな感じにね、広告っていうかね、チラシみたいなのがあるんですけどね。まあ、広告があるんですけどね。まあ、これはもう秋田新幹線としては使われてないんでね、秋田のやつはありませんね。ではね、私は乗っていきたいと思います。
これね、今ね、これ車窓をね、お見せしてるんですけどね。結構ね、まあ、これ速く感じますね。まあ、このね、大宮からね、東京までの間っていうのはね、国鉄時代にね、東北新幹線を建設するときにね、結構ね、工事が難航した区間なんですよ。っていうのもね、まあ、この間はね、他のところと比べてもね、やっぱね、特にね、東京に近づくについてね、まあ、そういう住宅街とかがね、増えてくる区間なんですよ。そのためね、この間はね、結構ね、新幹線とかが通ると、やっぱ騒音とかが問題になるじゃないですか。だからね、この間結構ね、この反対運動がね、強かったんですね。東北新幹線の建設をするのにあたっての。でね、まあ、そこでも、そんな中でもね、まあ、国鉄は無理やりね、通したんですけどね。でもね、さすがにね、こんな住宅街の中をね、まあ、100キロとか、はたまた300キロとかの、高速でね、ブワーって行くとね、やっぱ、さすがに住民がかわいそうだっていうことで、この間はね、スピードをね、緩めてね、その走ることになってるんですよ。だからね、私も今回乗車するにあたってね、まあ、これ結構遅いだろうなってね、思ってたんですよ。でもね、思ったよりね、早いですね。これは結構良かったわ。まあ、今回、まあ、この、あれ、印刷機に乗れるのは良かったんですけどね、ちょっと遅いのがやっぱ新幹線感が足りないんでね、遅いのは嫌だなーってはね、思ってたんですよ。でもね、あれですね。もう今これ地下に入ったんでね、まあこれ上野駅の手前もう着くのかなと思ったんですけどね。まあ時間的にありえないわ、それは。まあすいませんね。まあ私最近東北新幹線とかめっきり乗ってないんでね、まあどんな感じか忘れちゃったわ、ほんと。だからほんとね、まあ、変なこと言ってる、よくね、東北新幹線を乗られる方からしたらね、ちょっと変なことを言うかもしれませんが、ご了承ください。ではね、私はね、引き続きね、乗っていきたいと思います。ではね、まあ、今回の動画はね、まあ、この秋田新幹線、元秋田新幹線用のね、E3系01台にね、乗りに行ったっていう乗り納めにね、行ったっていう動画なんでね、まあ、ここでね、まあ、この E3 系のね、歴史についてね、まあ、ちょっとお話ししたいと思います。E3 系はね、1995年にね、秋田新幹線開業とともに、開業に合わせてね、デビューした新幹線です。で、まあ、このね、この E3 系のね、最大の特徴はね、やっぱなんといってもね、未新幹線というね、まあ、他の新幹線よりもね、車体がね、小さいっていうのがね、特徴なんですけどね、っていうのがね、最大の特徴です。でね、まあ、この前、この E3 系の前にもね、すいません、いろいろカミカミになってしまってるんですけどね、続きたいと思います。で、まあ、この E3 系ね、当時ね、在来線と直通する、まあ、なんか、いわゆるね、未新幹線が走る新幹線っていうのはね、まあ、今と変わらずね、この秋田新幹線とね、山形新幹線があったわけなんですけどね、山形新幹線にはね、400系新幹線がね、走っていたんですよ、当時ね。でね、秋田新幹線に合わせて、まあ、この E3 系をデビューさせたんで、山形新幹線もね、今 E3 系ですけどね、まあ、当時はね、E3 系じゃなくて400系っていう、ね、また別の新幹線だったんですよ。でもね、まあ、これ、1999年だったと思いますかね、いよいよね、400系新幹線を置き換えるために、でも最初から置き換える目的だったのか、ちょっと私も詳しくないんでね、合ってるかどうかわかんないんですけどね、まあ、この400系新幹線の代わりとなる車両として、まあ、山形新幹線にもね、E3 系がね、導入され始めたわけです。そしてね、まあ、まあ、一昔前でよくあるね、ミニ新幹線といえばね、E3 系っていうね、感じになったんですけどね。まあ、これはね、また変わったのがね、2016年のこの、16年だったような、もうちょっと早かったかな、超、細かいその年月は、詳しいことはちょっと忘れちゃいましたけどね。今ね、ちょうどさっき反対側に行ったね、E6 系新幹線がね、デビューしたことによって変わります。E6 系新幹線によってね、まあ、この小町用のね、E3 系がね、置き換えられたためね、秋田新幹線からはね、まあ、脱退するということになりました。この E3 系ね。でもね、この小町なんですけどね、まだね、脱退してはしたんですけどね、この小町ってね、確か全部でね、26編成だっけな。
ちょっと細かくは忘れちゃいましたけど、確かそれぐらいね、製造されたんですよ。そのうちね、あれ、8編成を残してね、全部引退となったんですけどね、じゃあその8編成残りどうなったのかっていうとですね、あれ、まずはね、一つはね、あれ、山形新幹線のね、翼にね、転用されました。で、またね、あれ、上越新幹線のね、あれ、厳備新幹線とかね、あとは、まだいたわ、山形新幹線で、ね、あと、普通の翼以外にもね、トレイユ翼っていうね、観光用のね、あれ、新幹線にね、改造されたりね、まあ、いろいろと転用したわけなんですけどね、残りね、いろいろ転用してもね、2編成余っちゃったんですよ。でね、まあ、その余ったやつをね、まあ、今回私が乗車してるようにね、まあ、この小町色のままね、やまびことかね、那須へ使われる、あれ、車両としてね、まあ、残らせたわけです。でもね、まあ、この、E3 系もね、かなりもうボロくなってきたところにね、まあ、こんなコロナ禍でね、長編成の列車いらないってなったんでね、まあ、今回運転を休止ということにね、なるわけです。まあ、ちょっとすごいいろいろカミカミになってしまったんでね、まあ、うまく伝わったかどうかはちょっと心配なんですよね。まあ、あんまよく伝わってなかったらね、すいません。まあ、もしあれだったらね、コメント欄に、そういうコメントをね、わかんなかったとかってしてくれたらね、まあ私ね、ちゃんとしたことをね、まあ書くつもりなんで、まあそういうときはね、ぜひお気軽によろしくお願いいたします。まあこんなね、まあいろいろね、説明をしている間にね、まもなく列車はね、上野駅に到着いたします。そしてね、列車はね、上野駅を発車、次の東京駅まではね、あとね、まあまあ数分だと思います。側ね、多分翼の E3 系とね、あれはね、E2 系ですね。ではね、私はラストスパートをね、乗っていきたいと思います。まもなく終点、東京です。東海道新幹線、山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東武快速線、京葉線、地下鉄丸の内線はお控えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。そしてね、車内放送もね、終わりで、まもなく列車はね、終点の東京駅に到着いたします。ではね、ここで私が紹介し忘れてたことを、すでに紹介したいと思います。まあ、今のがね、ホットレストでね、今のドリンクホルダー。
そして、まあ、リクライニングはね、まあ、こんな感じでね、ボタンを押してやります。そして、まあ、これ、カーテンですね。まあ、こんぐらいかな、紹介してね。あとこれだ、リュックとかをね、かけたりする場所です。まあ、今回は私使いませんでしたけどね。そしてね、もう多分紹介するとこはないかな。そしてね、まあ今ね、これ、あれ、隣に見えてきたのは、あ、これ、なんですか。あ、そしてね、列車ね、東京駅に到着いたしました。でね、まあこれ急いでね、車内の紹介。まあ車内はね、こんな感じです。まあ上を2段とかね、まあこんな感じになっております。まあ車内、まあこんな感じ。そしてね、まあ、私はね、ホームに降り立ちました。でね、まあ、ここからね、外の紹介もね、していきたいと思います。まあ、これね、3色 LED のね、表示。まあ、折り返しはね、これ、ナスのになる。おーおーおお、もうドア閉まっちゃった。危な。結構危なかったですね、私。そしてね、まあ、これがパンタグラフ。それにしても東京結構撮影してる人いるな。まあもう休止になるから、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。あ、これ画面がすごい揺れてるけどね。まあそこはご了承ください。まあこれ、まあ折り返し8時28分発のね、那須となるよ、那須のね、郡山行きとなるようです。まあでね、これね、ミニ新幹線特有のね、ステップでございます。まあミニ新幹線がね、まああれ、普通の新幹線のところを通るとね、やっぱ車体が小さいんでね、ホームと電車の間のね、隙間が大きくなってしまうんでね、まあああいうステップがね、ミニ新幹線にはね、あります。そして最後にはね、なんといってもここを 見たいでしょ。連結面ですね。いやーかっこいい。今回私が乗車したのはね、R21 編成みたいだったですね。もう1編成残ってるのはあれ R 何編成だったか忘れましたけどね。そのもう一つのやつとね、まあ、この R21 編成がね、まあ、残っているという、なっております。残っています。ではね、まあ、これからね、まあまあね、これ最後に連結面を見てね。で、まあ、これからね、ね、あれ、まだ移動しないのか。ああ。まあ、これ、では、ね、今からね、あれ、まあ、最後ね、ナスノとしてね、折り返すところをね、取りに、ね、反対側のホームに行きたいと思います。まあ、鉄道の写真は反対側のホームから撮った方がいいんでね。そしてね、私はね、反対側のホームに来ました。このね、はやぶさのね、新函館北斗行きがね、発車したらね、ウィンさん系が見えるはずです。そして言いましたよ、ウィンさん系。いやー、この向きから見るのもかっこいいな。向こうにはね、東海道新幹線のホームがあるって感じですね。これで向こうにいるのが N700S だったりしたらね、おー、すごい面白かったんですがね。まあ、さすがにそんなね、運のいいことはね、なかったようです。まあ、E3 系の側面はこんな感じ。E3 系はね、やっぱ窓がでかいですよね。なんかそれはね、私は結構ね、いい特徴だと思いますよ。そしてね、ここにはね、昔はね、小町マークがね、あったんですけどね、まあ今はね、もうね、なくなっております。まあもう小町としてはね、運用につかないんで、ね、まあ当たり前ですけどね。まあこれでね、小町とかって、ね、面白いですけどね、ちょっと。ではね、発車を待ちたいと思います。そしてね、E3 系がね、折り返し那須野のね、氷を出して、発車いたしました。いやー、でもね、E3 系もこれね、もうこれね、運転休止になると思うと残念ですよね。20番線、列車、ドアを閉めます。両方向です。後ろにはね、E5 系のね、はやぶさ。あ、はやぶさっていうか、E5 系。まあ、E5 系と思うと、ね、言うとね、やっぱね、はやぶさっていう感じがね、どうしても知ってしまうんで、つい言ってしまうんですかね。
まあ、英語系はね、はやぶさ以外でもね、まあ、さっきのね、アホイコとかね、まあ、そういうの分野でもね、ついてるね。まあ、英語系ですね。そして列車はね、完全に端っこからね、出て、ね、走っていきましたよ。この電車は、全部の車両が指定席です。そしてね、私ね、この後ね、新宿に向かったんですけどね、あれ、ね、今中央線のホームに上がってる途中なんですけどね、まあこんな感じですね。いやーでもね、それにしても最後の感想を言うんですけどね、イーサン稽古町、ほんと良かったわ。いやーでもね、もうこれね、まあ、これさっきも言ったんですけどね、これで運転休止になってしまうと思うとね、残念ですね。でもまあ、一つ言えるのはね、まだね、これね、廃車になったわけではないんでね、最後にね、あれ、もう、それこそ来年の、あ、そう、引退する直前とかにもね、でもね、あれ、運用してほしいですよね、最後にやっぱ。ではね、まあこれね、無事ね、私ね、E3系にも乗れたことなんで、まあこの動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いいたします。ではね、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。